どうも皆さんこんにちは。縄文系 YouTuber のレッドとそのみです。縄文チャンネルへようこそそんなのは冗談で、今日は縄文クッキーを作りたいと思います。縄文クッキーというのはくるみとか栗とかどんぐりとか、まあ、とりあえず木の実で作られた縄文時代のクッキー。それクッキーにすればいいでしょ、木の実を。とりあえずさ、小麦粉もないわけよ。縄文時代だから小麦粉はまだない。そう、バターもないわけ。どうやってくっつけんだよ。大丈夫？だって材料、ニワトリの卵ないんだって。うずらの卵を使うんだって。買ってきたの、うずらの卵。うずらの卵買ってきたよ。小麦粉ないじゃん。小麦粉ないね。何使うと思う？どんぐり粉。どんぐりすりつぶしたやつみたいな。作っていきましょう。とりあえず縄文時代にありそうな感じの木の実で作ってみようと思って。なるほど。まあ、くるみ。くるみは絶対あるね。くるみあるよね。くるみ入れます。はい、え、多くない？こんな多かったのか。栗なんだけど、うん、あったかなみたいな気持ちで用意したんだけど。多分あると思うよ。多分あるね。で、甘い方がいいなと思って。あ、確かにそれも。甘栗用意しました。力仕事は男のあれだから。縄文人っぽい。この見た目すごい縄文人っぽくないですか？多分。パソコンより似合うよ。多分。じゃあ俺仕事変えようかな。いや、なんかこのやり慣れた感が、うん、多分俺前世縄文人。ね、こんな荒くていいの？まあいいんじゃないかな。で、長芋をつなぎに使ってる。へえ。どんな味なの？ちなみにその縄文クッキーっていうのが2種類あって、うん、1個がこの甘い系、うん、くるみとか木の実を使ったクッキーで、うん、もう1個が鶏肉を使ったハンバーグみたいな。じゃあ栗いってみましょうか。栗。栗り。で、これも潰すと。うん。あー、もったいない。あ、嘘、ごめんごめん。今そのまま食べたいなって思って。なるほどね。もうぽいわ、この茶色い感じとか。ちなみに今回私たちの格好は縄文時代の庶民の格好。そうだよね、俺もさ、乳首にさこうやってサークルが来てるから縄文っぽいなと思った。飛鳥時代に線描いただけなんで、そんな変わってないっていうね。でもちゃんと髪の毛も変えてるよね。なんかぽい感じに。ぽい感じにしてみた。なんか幼稚園の時こういうことやったよね。ね、なんかおままごとっぽいんだけど、なんかごっこ遊びでやった。いいんじゃないか、そういう回で。はい、はい。はい。音楽っぽくなってきたよ。絵が持たね。川まで到達しちゃった。いいよ。いいか。縄文人みんな皮食ってたよ、絶対。じゃあ、これをここに。取れる？あ、これだね。頭まで縄文人になった。そんなところで、こちらのどんぐり粉。韓国の食材らしいんですけど、韓国は食べるんだって、どんぐり。で、なんか売ってんだって、このどんぐりっていうの。あ、でもなんか、あ、味するこれ。おばあちゃんちみたいなんですよ。味のないきな粉。じゃあこちらのどんぐり粉、はい、入れます。で、こちらの蜂蜜、はいはい、はい、入れてください。多分使ってた。で、私はレシピ考えるときに甘み欲しいなって思って、多分使ってたなって思って入れてみた。かわいい。恐竜の卵みたい。そう、私苦手なの。そう、恐竜の卵みたいで。かわいいじゃん。怖くない？怖くない。なんかジュラシックパーク、パーク、そのイメージなんで。それで、はい、あのなんか解説されそうみたいな。まあ、それみたいな感じで嫌なんだよね。うずらの卵が3個、うん、ちっちゃい。かわいい。いや、縄文人が今これ見てたら絶対興奮するだろうな。え、赤な。え？ごめんなさい。あ、かわいい。かわいい。生まれた。さっきまで怖い怖い言うてたのに、この卵。もう割れるはいないもん。入れてみよっか、これ。なんかすごい。食べ物これ。合ってるこれ。合ってるんちゃう？え、だってさ、甘いものにとろろ入ってたことある？ない。主食になっちゃう、これ。デザートじゃなくて。ね。こちらも耳たぶくらいの柔らかさになるもんね。耳たぶね。耳たぶ好きだよね。耳たぶ好きだよね。縄文人も耳たぶだって思ってたんかな。可愛いね、あのそれ発見した時。
これ硬さ同じ、触って触ってってただそうやってその会話その会話考えるとかあるかもね。かわいいね。なんか美味しそうな匂いしない、ね、甘栗のおかげかな、うん、なんか前回のそのトラウマがあってトラウマって言うなよトラウマ、ね、すごい憧れてたのに美味しかったけど、なんかあんまり期待しないことにした。なるね。そう、手で行ってみようよ。縄文人だもんね、うん、縄文人はヘラなんか使わないよ。え、耳たぶ感ある。もうちょい欲しい。もうちょっと欲しいかもしれない。卵2個くらい入れてみようよ、うん、とりあえず1個。でもクッキーの生地っぽかなって、うん、じゃあ卵入れよう。かわいい。あ、潰しちゃった、ごめん。いいよ。あ、茶色い。クッキーっぽいじゃ、クッキーっぽいよ、うん、いやでもなんかこれ焼いたらいいんじゃないの。なんかね、甘い匂いするよね。栗かな。なんか土遊び。え、どうなんですか、柔らかさ。ちょっとこれくらいじゃない。いいと思う、いいと思う、いいと思う、うん、じゃあこれをクッキングシートの上に並べていきましょう、うん、OK、はい、好きな形にしていいよ。本当、うん、縄文人が知らない形にしようよ。ハートとか。ハート、あ、かわいい。私、星型にしようかな。ハート。あ、土偶型は。え、いいね、土偶型。土偶ってどんな形。顔は。顔、顔こういうやつ。顔は横だな。あ、OK。じゃあ私ここに縄文人作るね。あ、じゃあ縄文人じゃなかった。ハイレベルだ。え、土偶ってさ、私今ただただイメージで土偶作ってんだけど、こんな感じ。こんな感じ。それ何。え、腕、これ。そういうこと。うん、あ、見て、土偶っぽくない。ぽい。あ、ぽい。犬。え。あ、膨張して犬になるな。嘘でしょ。 OK、できた。じゃあこれを180度のオーブンで20分焼きます。 OK、はい、じゃあいきますよ。ちゃんと焼いてくれるかな。いいと思う。20分、うん、よーい、スタート。私さ、まずさ、山芋クッキーしたことないじゃん、うん、うずらの卵使ったことないじゃん、どんぐり粉も使ったことないじゃん、うん、なんか未知のものがさ入りすぎててさ、結果どうなるのかが全く分かんない。正解が分からない。そう、じゃあ縄文人の方でこの料理詳しい人はコメントください。待ってます。美味しそうな匂いがちょっとする、ね、普通にね。あ、オッケー、できた。いけます。取り出してください。かわいい。かわいい。あれ、土偶ちゃん。土偶できてる。かわいい。ほら、犬ちゃんとできてるじゃん。犬ちゃん。みんな移動した。完成。縄文クッキー。見た目は。でもさ、うん、思い出して縄文土器のこと。うん、こんな色じゃない。そうだね。じゃあ 俺は完全に再現できたんじゃない。そう、縄文再現したね。俺の犬もいい感じだし、うん、食べてみよう。食べてみようか。じゃあ俺は自分の犬から。硬そうなんだよな。見て、ちょっと音聞いて。硬い硬い。クッキーこんな音しないよ。もっとライトな音する。私、貝、貝塚から発見される貝を、うん、乾杯。じゃあ食べた。うん、なんかさ、パン、うん、パン、うん、うん、パン、素朴系パン。あ、ね、想像よりね、悪くない。うん、美味しい。そうよりいい。ね、わかんない。そうよりいいかもしれない。なんかレーズンとか、そういう縄文時代にありえそうな果物もうちょっと入れたら絶対美味しかった。わかる。リンゴとか入れてみたいかもしれない。ほんのり。なんか、グラノーラ食べてる気分。うん、わかる。これ牛乳浸して食べたら美味しい。牛乳欲しい。こうやって食べる。成功じゃないですか、今回は。成功だね。これは、そうより美味しい。いや、偉い。ナイス。縄文人系 YouTuber になります。なります。うん。